みなさんこんにちは、岡田メソッド t b a ようこそ FC まわりの橋川です今回は、攻撃の一般原則の中のボールの循環についてお話をしていきますいかにボールを効果的に動かしていくかそのための原則になりますどうぞよろしくお願いいたしますでは早速、ボールの循環の原則についてお話をしていきたいと思います 効果的にボールを動かすすための原則ですねでねここには3つあります。えー、1つは素早くボールを動かすことですね。当たり前のことなんですけれどもこれがなかなか難しいですね。各駅停車でボールが行ったりとかするケースよく見かけますし一人一人がボールを持つ時間が長いと相手の守備がスライドしてまた整え直す時間を与えて 行くことになります基本的にはパススピードを上げていくことですね相手のスライドが追いついて守備がこう移動してくるのが追いつかないようにしていくっていうことがすごく重要ですただこれは目的がそれであって逆に相手をわざと引きつける時にはボールをゆっくり動かすことだって当然あると思うんですね相手がどうなってるか。でその中でテンポよく リズムよく自分たちは動かすし時にテンポを上げたりリズムを変化させることによって相手の守備が機械的にこうずれていくことをこう防ぐことができるかと思いますそしてインナーゾーンをつくことですね守備の優先順位に従って相手は1番2番のスペースから守っていくそして3番中にこうボールを動かせないようにしていきますだからここそその中をつくことによって 相手の守備組織が乱れるわけですね。逆に中に集結したらサイドが空いてくるかもしれません。で、そして3番目が攻撃するレーンを変えていくということですね。相手が一つの方向で守ってた逆サイドにスペースがあるわけですよね。そこにやっぱ素早くボールをこう動かしていくっていうこの3つのことを考えながらボールを動かしていくっていうことがすごく重要だと思います。 ただ、これはこう全体の相手がどういう風になっているかっていうのを把握してこう動かしていくので、やはりこう全体をこう俯瞰しながら見れるようにプレーをしていくっていうことが重要かと思います。まあ、この図で言えば相手がサイドを守ってるわけですよね、えー、攻撃側からすると左サイドを突破したいな。っても相手がしっかり守っている。 そうだったら空いいてるる攻撃するレーンを変えたいなたなだ外回しで変えたら相手は簡単にスライドしてくるので相手が一番怖いインナーのゾーン中のゾーンをしっかりついていくそしてこういうふうにトントンっていうブラッシングなんかを使うとより 攻撃のテンポが上がったりリズムが変化したりそして素早くボールが動かすことが可能ですねつきながら今度はまた中と外の選択をしていくっていうことがすごく重要になってきますでは映像で見ていきましょうこれも FC バりのアンダー10の選手たちです素早くボールを動かしていく左サイドにボールを運びました 相手が寄せてきたその中で今度は素早く攻撃サイドを変えていきたいただ単に変えてこういうふうにインナーゾーンをついていくわけですよねちょっと最後のとこはねスクオリティの問題でうまくいかなかったんですけれども相手がこうサイドに寄せて守っていく逆サイドのレーンは空いてるわけですよね そして相手は中央を守っていく中でうまくこのインナーゾーンを使うことによってよりサイドをこう効果的に使うようにできるわけですよねもちろんこのインナーゾーンから一気に前に行けることも可能かもしれません、まあ、最後のところはクオリティのところでちょっとうまくいかなかったんですけれどもこういうふうに全体をこうイメージ相手の守備がどういうふうに守ってるかっていうことをイメージしながらより効果的にボールを動かしていくことが重要かと思います いかか。がだったでしょうか今日はボールの循環についてお話をさせていただきました是非、えー、いいねチャンネル登録そしてコメントをどうぞよろしくお願いいたします次回もまたあ楽しみにしておいてください失礼いたします